この画像を見てほしい。街を歩いていて、ふと後ろを振り返ると、全身コート姿で、レッサーパンダの帽子をかぶった大男がいたら、あなたは平然としていられるだろうか。ほとんどの人がびっくりすると思うが、この男は、レッサーパンダの帽子をバカにされたと思い込んで、なぜか持っていた包丁で襲ってきた。実際に、そういう事件があった。2001年4月30日午前10時35分ごろ、東京都台東区浅草で、19歳の女子短大生、M さんが台東リバーサイドスポーツセンターに向かっていると、後ろからレッサーパンダ帽をかぶった男が近づいてきた。M さんは振り向くと、レッサーパンダの帽子をかぶった全身コートの男が立っていたため驚いた。すると、レッサーパンダ男は自分がバカにされたと思い込んで、M さんを持っていた包丁で刺した。それだけでは飽き足らず、M さんを路地に連れ込んで首を絞め、複数回刺した。犯行に気づいた周囲の人たちやタクシー運転手が警察呼ぶぞ。と大声を出したため、包丁を持ったまま現場から逃走した。M さんは緊急搬送されたが、失血により間もなく息を引き取った。M さんはブラジリアン柔術大会に参加する恋人の応援のため、徒歩で住田公園と隣接する台東リバーサイドスポーツセンターへ向かう途中だった。逃走したレッサーパンダ男は、どうあがいても目立つ格好をしていたため、目撃証言はとても多かった。現場から少し離れた場所で、凶器の包丁や服、相棒のレッサーパンダを捨てて逃走していた。目撃証言から似顔絵も作成され、警察は全力で捜査した。すると、後日、埼玉県の建設会社の関係者から、似顔絵に似た男がいるという通報があった。警察は、その男の元に向かい、逮捕した。レッサーパンダ男の名は山口誠。山口は、犯行後、都内の駅構内などで野宿していた。JR 東京駅周辺で作業員を集める業者に声をかけられ、埼玉県新座市の建設会社から代々木の工事現場に派遣され、小林という偽名で働いていた。東京駅までは歩いて行った。金がなかったから働いたと後で供述している。山口は新聞やテレビを一切見ていなかったため、これだけ似顔絵が報道されていたにもかかわらず、自分が捜査されていたことは知らなかった。これだけ異質な事件であるのに、あまり知名度がないのは、この事件がある事情によりあまり報じられていないためである。山口誠は知的に障害を持っていたのだ。当初はレッサーパンダ男が逃走したとのことで、マスコミ、特に週刊誌はこの事件を大々的に取り上げようとしていたが、山口が軽度の知的障害者と判明した後は、批判を恐れてか事件を取り上げることをしなかった。しかし、障害があるからということでは到底納得はいかず、そして犯行理由も許しがたいものであった。そもそも山口が M さんを尾行していた理由、それは猥褻目的である。事件のあった日、山口誠は朝から女性にいやらしいことをしたいという気持ちになり、道行く女性を物色していた。しばらく探したが、好みの女性がいなかったため一度帰宅。しかし諦めきれず再度物色に戻った。その時に見つけたのが M さんだった。やっと自分好みの女性を見つけた山口は、背後から近づき後をつけた。 M さんは気配を感じ、一瞬振り返ると、そこにはレッサーパンダ帽子をかぶった180センチの大男が。しかも4月末というそこそこ暖かくなった時期に毛皮のコートをまとっていた。そんな男が背後から近づけば、 M さんでなくとも絶対にびっくりしてしまう。これでバカにされたと勝手に感じた山口は命を奪ったのであった。裁判にて弁護側は、軽度の知的障害に加えて自閉症などの広範性発達障害であったために、心神喪失、心神耗弱状態だったと主張。
しかし責任能力ありと裁判所は認定し、山口に無期懲役判決を下した。この山口という男、やったことは絶対に許すことはできないが、生い立ちに関しては相当に壮絶である。山口誠は北海道札幌市出身。父親は中卒で職を転々としていた。給料のほとんどをパチンコに費やすパチンカス。おまけに息子の山口誠に皮膚が腫れ上がるほど青竹で芝居たり、冬の北海道に全裸で外に放り込んだりもしていたという。誠に知的な障害があることは戦術したが、父親も同様であった。こんな奴の妻、つまり誠の母親はパートで家計を支えるべく懸命に働いていた。しかし母親は誠が17歳の時に白血病で亡くなっている。これには相当なショックを受けたとのこと。しかしこの家族で最も悲惨だったのは山口誠の妹だと言える。妹は母親が白血病で亡くなった後、障害持ちの父と兄を抱えており、経済的に高校進学ができなかったため中卒で働いた。一日中ずっと食品加工工場で働いて家計を支え、父と兄の世話もする。働いたお金は父と兄に持っていかれる。そんな生活をずっと強いられた。あまりに報われない生活に体が悲鳴を上げたのか、25歳という若さでがんを発症。とはいえ看病してくれる人はいないし、病院に行くお金もない。兄からはお金を貸してという電話しか来ない。ちなみに山口誠は事件を起こす前に妹にお金を借りようと電話したが、妹は貸さなかったため、それを事件を起こした動機の一つに挙げている。妹はその後がんが進行し、妹の困窮状態を知ったボランティア団体の支援を受けることになった。妹はそのボランティア団体の人に、これまでの人生で楽しかったことなんて何一つないと話していたという。もうあと少ししか生きられないと分かっていた妹の望みは一人暮らしがしたいということ。ボランティア団体の支援でその望みを叶えることができ、観光などに連れ出してもらった。父と兄の犠牲になり続けた妹はようやくその呪縛から解放された。そして兄の最悪の事件から1年後に息を引き取った。これだけのことを妹に背負わせながら、兄の山口誠は何も思わなかったのか。何とも思っていなかったであろう。事件後の精神鑑定で山口誠の IQ は59であると判明している。小さい頃から通信簿はオール1。高等養護学校を卒業して働くもコミュニケーションも取れず、仕事もうまくできない山口誠は長続きせずにホームレスのような生活を送るようになる。山口誠の代名詞であるレッサーパンダの帽子は函館で購入したもので、山口誠はずっと犬だと思っていた。とても気に入っており、毎日抱いて寝ていたらしい。日本を放浪する最中、犯罪もしっかり犯していた。テオノの不法携帯で罰金刑。函館市内で34歳の女性にモデルガンを突きつけて公園のベンチに座らせ、お金を要求し体を触るという事件を犯した。この時は女性がお金がないから銀行で下ろしてくると言い、警察に駆け込んだため山口誠は現行犯逮捕されている。これにより懲役3年執行猶予5年の判決を受けている。この事件の半年後、次は熊本県で自転車の窃盗事件を起こした。執行猶予中の犯行だったため執行猶予は取り消され、また自転車窃盗も懲役10ヶ月の判決だったので懲役3年10ヶ月の実刑となった。その時は模範囚だったため刑期満了よりも11ヶ月早く釈放された。しかし青森で無銭飲食をして逮捕され懲役10ヶ月の実刑判決となった。仮釈放中だったため
11ヶ月早めた分も加算され、2年近い刑務所行きとなった。そして出所したのが2001年1月。今回の事件が起きたのがそれから2ヶ月後である。山口誠が事件について述べた手記がある。これは山口が書いたようであるが、裁判でも供述がコロコロ変わるため本当に本人の言葉かはわからない。しかも事件の前、持ち金がほとんど底をついた山口誠が空腹を満たすパンではなく包丁を購入している。知的に障害のある山口の行動に整合性を求めること自体無意味なことかもしれない。障害者による犯罪、マスコミが手を引いたことからも明らかだが、この事件、このテーマはタブーなのだろう。 M さんはなぜ命を奪われなければならなかったのか。障害を持っていたから仕方のないことなのか。そんなことは関係なく山口は許すことはできない。挙動不審な人間には本当に近づかないようにしたい。反応もしてはいけない。特に女性は注意してほしい。